トタテグモは原始的なクモ類である。トンネル状の巣の入り口に扉をつけることからその名がある。カネコトタテグモかアントラダイネイレイトトタテグモかクティンイシデイに属する種を指すが、種としてトタテグモかに属するクモである。地中に穴を掘り、その入り口に扉をつけることが特徴である。日本で最も普通の種は、キシノエトタテグモラチュッチアスウィンホティペカである。 本州中部以南に分布し、人家周辺にも普通に生息する。苔の生えたようなところが好きである。地面にまっすぐに穴を掘るか、斜面に対してやや下向きに穴を掘る。穴は深さが約10センチメートル程度、内側は糸で裏打ちされる。巣穴の入り口にはちょうどそれを隠すだけの楕円形の蓋がある。蓋は上側で巣穴の裏打ちとつながっている。 つながっている部分は狭く折れ曲がるようになっていてちょうど蝶つがいのようになる。蓋は巣穴と同じく糸でできている。そのため裏側は真っ白だが表側には周囲と同じような泥や苔が貼り付けられているため蓋を閉めていると周りとの見分けがとても難しい。クモ本体は体長15ミリメートルくらい。フレッシュがふわしと。 見かけ上区別できないので十本足に見える。これは原始的なクモ類に共通する。ハサミ角は釜状で大きく発達していて穴掘りに使用する。全身黒子色で腹部にはやや明るい色の矢はず模様がある。クモは巣穴の入り口におり虫が通りかかると飛び出して捕まえ巣穴に引きずり込んで食べる。大型動物が近づくと 蓋を内側から引っ張って閉じる。さらに接近すると巣穴の奥に逃げ込む。巣穴の奥に散乱し、子供としばらくを過ごす。子供は巣穴を出てから空を飛ぶことなく、歩いて住処を探す。近年、近似種の沖縄と縦雲ら中地やスウィンホスウィンホの亜種とされた。沖縄と縦雲は沖縄本島に、さらに周辺諸島ではそれぞれ固有種が分化している。 同じように地中に穴をあるって、巣を作り、入り口に扉をつけるものに木村雲があるが、巣穴の裏内に糸を使用しない点が異なる。両開きの扉を作るものもある。金子と縦雲かに属するもので、日本では本州の固有種である金子と縦雲が含まれる。多くは苔の生えた斜面に巣穴を掘る。 その巣穴の入り口は左右に開くようになっているが、岸の上と縦雲の場合のように、蝶津外部がはっきりしているわけではないので、あまり扉らしくは見えない。閉じている時には、中央に、縦に、閉じ目がわずかに見えるが、蓋の表面は周囲と同じ苔などで覆われ、発見するのは大変困難である。北海道のエゾと縦雲も同様の巣を作る。禁煙なものであるが、 生息環境が変わっているのが木のぼりと竹雲である。この雲は他の仲間と異なり巣穴を掘らない。苔むした木や岩の上に生息し樹皮や岩の上に指貫き状の短い袋を糸で作る。そしてその口に一枚扉をつける。蓋の表と同様に巣の表面にも周囲の苔や泥などをつけるため発見はやはり難しい。雲は 蓋の裏側に止まっており、餌が通りかかるのを待っている。蓋を無理やり開けてやると、蓋の裏側に身を縮めて止まっているのが見える。神社など、古い森林に見つかるが、近年は、現象が著しい。岸の上と縦雲には、東中夏草の一種である雲竹が、よく寄生する。雲竹が雲に寄生すると、巣穴の底で死んだ雲から、キノコの小実体が伸び、 扉を押し上げて地上にその姿を表す。岸の上トタテグモの巣はなかなか発見しづらいため、キノコが出現したことで初めて雲の存在に気がつくという場合がある。トタテグモの仲間は他の雲が二霊虫で行うバルーニングを行わない。そのため、沖縄トタテグモは沖縄本島とその周辺諸島で固有種が分化していると考えられている。2018年4月。 オーストラリアのカーティン大学のリアンダ・メイソンは世界最高齢とされるクモが43歳で死んだと発表した。ナンバー16と名付けられたメスのトタテグモで西オーストラリア州で1974年から観察されていた。ありがとうございます。